おかえりなさい。今日も一日お疲れ様でした。そして今日も島子の部屋に入ってきてくれて最上級のありがとうございます。今初めてこの動画を見てくださったあなた、はじめまして。富山県高岡市出身のシンガーソングライター島子と申します。活動22年目、今も現役でやっております。よかったら1曲聴いていってくださいね。今日はですね、これドラえもんの服なんですね。こうポケットついているんですけれども、じゃじゃんじゃん、可愛いんですよね。すごくね可愛くて、ここにドラえもんがいますね。ここにドラえもんがいて、こっちにもドラえもんがいて、でここにもドラえもんと、ここにもドラえもんと、後ろにもドラえもんが見えるかな、後ろにもドラえもんがいるんですよね。見える？はい、こちらは藤子プロの事務所さんからね直接いただいたものなんですよね。かなりの頻度で着させていただいております。いつもファンクラブやメンバーシップという形で島子の活動を支えてくださっている皆さん、本当にありがとうございます。昨日ですね、新しくお二人の方がファンクラブに入ってくださいました。もうスタッフからね一報を受けた時にはもう嬉しくて嬉しくて、もうわー、本当に嬉しかったです。ありがとうございます。これから一日一日共に楽しくご一緒していきたいと思ってます。本当にありがとうございます。はい、感謝の気持ちを込めて、そしてそんなお気持ちに力をいただいて、今日も一生懸命動画を作っております。ありがとうございます。はい、それでは今夜のご案内です。さて、今夜は幼い頃のあなたに歌を届けに行きますよ。実は昨日の第18夜が導入になっています。はい、まだ見ていない方はぜひ先に昨日の第18夜をご覧になってからこちらにいらしていただけると、より深く入っていただけると思います。まあ、ちょっと先に私の話をさせていただくと、私の子供時代っていうのは勉強も好きではないし、スポーツも得意ではないし、全然目立たないし、目立とうともしていなかったし、よくね、学習発表会とか文化祭とかありますよね。そういった時もね、その他大勢のタイプで、そしてそういった時にね舞台に上がるっていうこともないですし、そしてよくね全校集会とかで体育館にみんなで集まって、ね、表彰状の授与とかよくありますよね。そういったのにも一度も名前を呼ばれた記憶はないですね。まあ、すなわち舞台に上がることがなかったんですね、小学校の6年間ね。なくて、自分には縁のないものだと思ってました。それが23年後、今から10年前、11年前ぐらいかな、歌手としてようやく母校のステージに立つことができたんですね。その後母校の中学校でもコンサートをさせていただきました。そしてそれから高岡市の教育委員会さんの働きかけもあり、高岡市内の10校以上の小学校でコンサートをさせていただきました。その度に子供たちにはそのまま話しています。私は20年以上経って初めて母校のステージに立つことができたんだよということ。そして今から見ていただく映像は今から2年前ですね、母校南城小学校が50周年を迎えまして、その50周年の記念のコンサートとして、セレモニーとしてコンサートにお招きいただきました。ここまでが私の話です。
ではここからはあなたの心の中に入っていってください。あなたの想像の中に今一度、あなたが話しかけたいのは何年生の自分ですか？そしてその言葉を受け止めた小学生のあなたは何とお返事をしてますか？今のあなたが話しかける言葉を受け止めた小学生の自分、その小学生の自分の瞳で今からの映像をご覧ください。あなたの小学校に卒業生の先輩の歌手がやってきました。そんな瞳であなたの世界に入ってくださいね。それではいってらっしゃい。では小木さんの入場です。拍手でお迎えしましょう。
思います、はい、さっき廊下の方で見たんだけども5年生がなんか合唱で、はい、おかえりなさい。いかがでしたか？小学生のあなたの瞳には何か映りましたか？何を感じましたか？よかったらコメント欄に書いていってくださいね。そしてもう一度子供の頃の自分とお話をしてみてください。子供の頃のあなたは今の自分でもあります。話しかければ何を感じているか、何をお返事するかってわかりますよね。その子供の自分は自分だから。そうなんです、子供の頃の自分とはいつだって会話ができるんですよ。明日はこの続きから日に日に深く入っていけると思います。そしていつしか今まで気がつかなかった新しい自分、あ、こんな自分がいたんだっていう、そんな発見、そんな気づきにもつながっていくと思います。新しいあなたが生まれる瞬間がどこかであると思います。そうです、今まで気づかなかった自分に会える、そんな未知なるあなたに出会えるかもしれませんよ。ではここからお知らせです。しまこにはファンクラブがあります。いつもそばにしまこファミリー、もう先ほどもお話ししましたが、昨日ファンクラブに入ってくださった方がお二人いらっしゃって、お二人とも女性でしたね。ありがとうございます。これからね、あんなこともこんなこともってまた夢が広がり、とってもね、嬉しい気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。はい、もうなんかとても、昨日はねとても舞い上がって、昨日はねスタッフから連絡があってかなりね、舞い上がっておりまして、もうすっかりね今難聴治療中で、それでもなんとかモチベーションをね持ち続けてっていう気持ちをね保っていたんですけれども、もう一気になんか気持ち上がりましたね。本当にもうありがとうございます。しまこファミリーはしまこを応援したいとか、しまこが好きとかね、しまこの歌が好きってもう心から思ってくださる方、そんな方にぜひぜひもう参加していただきたい、もう好きであればあるほど参加していただきたい、ファンクラブになっております。詳細はしまこファンクラブで検索していただくか、概要欄に URL を貼ってありますので、そこからお申し込みください。お待ちしております。そしてしまこの部屋 YouTube にはメンバーシップがあります。メンバー限定の動画が、これまでのものもたくさん上がっております。そして毎月11日と22日には生ライブで皆さんとお話しする時間をとっております。しまこもしまこを好きでメンバーになってくれている方っていう安心感がありますので、何でもざっくばらんでね、もう気にせずにもう安心して話せる場所なので、結構他では言えないこともねお話しできる、結構クローズドなところなのでね、とても私にとっても大切なオアシスですね。はい、あなたのご参加お待ちしております。そして毎月1回29日の9時にはしまこの生ライブ、一般公開無料ライブをやっております。こちらは一般向けで弾き語りライブをやっておりますが、次回は今難聴治療中なので、どういった形でお届けができるかまだ分かりませんが、生ライブを予定しておりますので、29日は特別な夜9時ということでお待ちしておりますね。お知らせを最後まで聞いてくれてありがとうございます。それでは今日も参りましょう。しまこと一緒じゃんけん。真似をしていただいて最後じゃんけんを出すんですが、しまこと一緒じゃんけんは勝ち負けではなくて、一緒になったらなんか嬉しいよね。
一緒になったらなんか嬉しいよねっていう2回言いましたね。はい、そんな楽しいじゃんけんになっております。では行ってみましょう。せーの、しんまこと一緒、しんまこと一緒、しんまこと一緒、じゃんけんポン。はーい、みんなを包むパーです。イエーイ、パーだったあなた一緒だね。いい夢見れるかも。はい、今見てる時点でラッキーですからね、皆さんね。なので全員でいい夢見ましょうね。じゃあラスト、わっしょい深呼吸でお休みモードに入りましょうね。いきますよ、いきますよ。真似してください、初めての方ついてきてくださいね。いきますよ。人生は祭りだ。わっしょい、ふふ、はー、はーい、深呼吸、ゆっくり休んでくださいね。今日も一日お疲れ様でした。お相手はあなたのしまこでした。それではおやすみなさい。また明日ね。いい夢見ましょうね。ありがとうよりもっともっと大きな言葉探してる。語り